どうも、俺の日本代表チャンネルです。今回は、この中村俊輔、最高に活躍するポジション、この CMF、この左側ですね。まあ、右でもいいけど、皆さん、どこで使ってます？他のチャンネルの方。このナンバー10が厄介なんですよ。OMF に置くと、本当に動かない。攻撃が、この辺、みんな攻めてんのに、これに下がっちゃう。どうしてもね。そういう動きしちゃうんですよ。だからこその、この位置。CMF に置きます。ちなみに私の育成こんな感じですね。見てください。ちゃんと俊介生かすためにフリーキック最強にしといたんで。えぐいですね。決定力あって、ドリブルうまくて、足もそこそこあって。守備能力なんですけど、まあ、アグレッシブ、守備意識が70乗ってくるんで、まあ、そこそこやれるかなって。で、このポジションでナンバー10、どうやって生きるかって言いますと、まずね、この2枚、まあ、下がっててほしいんですよ。正直、そんな上がってほしくない。守備でね、攻撃は、この3枚、で、OMF が混ざって完結させたいんね、本当は。じゃあ、中間俊輔 OMF に置けばいいじゃんってなるんですけど、そうだと下がっちゃうんですよ。だから3枚の攻撃に対して、俊輔は混ざってこない攻撃に。で、この CMF となんか、同じところに行っちゃうっていうね。だから、OMF では使いにくい。なんで、ST に使ってる人も結構いるんですよ、YouTuber さん。下がってきちゃうんでね。ST に行くと OMF の位置。ただこのフォーメーション ST どこで使うのって話ですよ。ここで ST 使います。いやいやいや、守備のバランスを崩壊しちゃうんで、ダメです。で、ここ、どうやって得点取るか。まあ、基本的にドリブル今強いんで、ファールもらって、またドリブル仕掛けてコーナー。セットプレーで俊介行きます。で、それ以外でどこで行けるかというと、サイドね、ドリブルするじゃないですか。ドリブルしての切り返しての中にマイナスのアークら辺に戻すパターンあるじゃないですかね。その時にパスの時に俊介開くんですよ。で、フィニッシャー、最後ね。そこを決めてもらえればもう、このナンバー10の遅れて上がってくる感じがすごい生きるんで、このスカットでやっていきたいと思います。それではどうぞ。あれ、お相手さん、CB は2枚取ってこいよってどういう意味ですかね。取っとこうよ。まあ、今回の企画は関係ないんでね。俊介をどこまで活かせるか。戦術、俊介でいってきます。あ、まあ普通。まあ普通で活躍を見せないとダメですよ、やっぱりね。他の選手が調子いい中。まあ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 。右。南野もいいな、右。中切り返すの、ちょっと意識されちゃうんで、南野外に使いますか。いや、伊藤純也にしとくか。縦突破ありきでね、攻めさせて、のマイナス。で、俊介が生きる。これでいきましょう。お相手さん。あ、中央ごちゃごちゃですね。なかなか、あ、最近流行りのクリスチャン・ロメロ使ってますね。スピード重視ですよね。今の環境。ただ、そのスピード、俊介には関係ないんで。
いや、みんな、YouTuber さん、俊介使いにくいって言ってますよ。いや、皆さんもそうですよね。ナンバーテンがなんで、気の許せない戦いが続く東2023京コンペは、ティションまだマシな動解きして放ましセたンね、ターナンを目バー指してテン。全サポーター一丸となって攻変にマイナスに動く必要ないんで撃すに臨みよ、まナンす。バーテン。裏に抜けなくてこのも、時間は日本対トッちょテっナとム、ね、こちらをご覧いただきま上がんす。ない位置で開くような動きをしてくれれば、本日のゲー問ムは題ウないィんズですコけモンど、スタジアムで行われます。あんまよろしくないんです今夜よ、の現地ですが、天コン候はスク。晴れ、コンディション良好の中迎えるゲームです。シュート、いや、かっこよよく止めすぎ。た。古橋決めてほしかった、今。もう動画の趣旨変さわて、る北よ。島さ古ん、橋になっこのちゃう、試合今の注で。目している選手はいらっしゃいますか。いまだやー、でこすね、れ、ち嫌ょっなこぼれと方。ファールありません。自分で行く。オッケー。カットされてく。モドリッチ。まあでも、なるべく、そんな俊さあ、ゴ介にールにな向らかっなていいく。つものね、ガチ右スカサイのドキッ雰囲気ク。でやっていさかあ、な一い気にカウンとター。バレちゃうんで。伊藤、鎌田、細かくパスをつないで攻め込んでいきいまや、す。ナイさス、あ、オーバーラップ。いや、こオーこプまンでにいっしたらよ。さコすースがされにた。さ、クこロれしスかをな上い。げいる。や、キーカーにパー、ついてしまいましカーた。ン伸びるね。トッテナムカウンターを仕掛けます。チュアメニ、スペースへ。いこや、のボールはキャッ危チれ。されます。川口、正直パス精度あんまないんで森田、心配ですね、あの位置。今日のゲーム、両チームと俊もまず介このは立問ち題上ながり、深澤し。さんはどうご覧になりますか。まあ今の段階で仕掛けていくのか、あるいは相手の出うーん、方を伺うのか、まだ分からないですカッけどトしね。まし序た。盤ですので、じっくりそのバランスを見極めてほしいですね。今のシーンは別に俊介じゃなくても応援には取れない。早い、マジで。これさあ、カウンこターのだ、カウンカウンター。ター。菅原、菅原。裏を狙っナていイきス、ま古す。橋の動き出し。惜しいちょっね。と伸びてしまいました。なんか古橋、パスを出したんですが、追いつけませんでした。何、最近動画で使ってないから、古橋、やきもちはやっちゃってる？伊藤から鎌田、動き出ここしたはすば、つながりません。いや、今、古橋でしょ。めちゃくちゃいい動き出してたけどな。これは合いません。あ、俊介。中村、いや、パシュスート精ア度ウトでな。す。勝負のシーン、抜けるか。くそ、あらばに引っかかった。ここはすぐ奪い返します。伊藤、裏へ届くか。もういいですね。ファーストシュート。トッテナムはそうあわそうやとそう、いうこシのーンクでロしスたをが、何ここ回はかスルー見しせました。た後、俊介が生きる。これ長いターンいボけールでをし送りょます。中村から乾、う。いやー、惜しい。ターン、やはり彼が立ちはだかります。さすがのプレーでしたね。よく止めますよね。いい反応俊でしたよ介、ね。守備面、問題ないんだよ、ほら。乾、問題ないんじゃないです深か、澤これ。いさん、ドリけるブんでルすがよ。うまいですよね。そうですね、1人剥がさなければいけない場面もありますからね。シュート、ビルツ。さあ、カウンター、スピードを上げたいところ。OK。ここ出るまでか。ご覧になっていかがですか、北澤さん。日本としては気ちょっ持とちおが相良手さそさうん、に意見外ですとけどね、点がないんですよね。盾を少あんしま意識難しいない状んで、況じ裏ゃないで取れすちかゃうんで、ね。裏を狙う、これも裏取れ欲しいですよね。インターセプト、なかなか俊介のマイナスのモドリッチ。さあ、オーカウンプニターングをで仕掛け話しまたす。戦術がいきないですね。さあ、鎌田、ビルツへ。縦をもうちょいさあ、カウンター警の戒チしャンてスくにんなないりまと。す。いシやー、ュこーれト、は嫌だ。今の2枚マークしててみんな外れ森ちゃうパ保からターン縦へ。ね。出ちゃったか。俊こ介れさはすが読でんでいましす。た。鎌田へ。対応します。サラーへ。チュアメニ、いや、そこ取れない。伊藤、ここいはや、笛中が鳴盤りやっます。ぱ厳しいね。なかなか激しく、シュアメリンフォもールにも隣注も意行っがありまて。した。45メートル、どんなパスをしてくれるか、さすがです。古橋へ。いやー、モドリッチ、ちょっと狭かったね。スルーパス、
あれが多いね。OK。日本カウンターを仕掛けていきます。このあり流れを止めます。レスタ。今もらったと思った。ビルツへ。絶好の位置で受ける。開いた。シュート。いやー、そこ足でない。読んだと思ったけどね、ちょっと応援強いね。やっぱあそこのスピード不足がちょっと出てる今環境 で日本の先場はなかなかね80代には乗らないんだよ。だからきつい。 PKPK ちょっと厳しく行き過ぎましたかね。だスピードと身長でかい選手でやるとああいうになりがち。そうですね、全くその通りです。いや神 PK 見せてやるよ。おい、読んでても止められないからね、俊介の PK。 いや止められてく。あー俊介、いや決めておきたいシーンでしたよね。まあとにかく早く気持ちを切り替えていかないといけませんよね。ただねコーナーでも見せてやるよ。いやダメだダメだ、くそ。ここで長いホイッスル。前半俊介いいシーンありましたか皆さん。45分間戦って1対0。さあ前半が終わりました。どこにもないね。攻守のバランスを取りながら試合を進めてたんですけど、終盤で一瞬の突きをつかれましたね。オッケー。点差ですからそれほど慌てることはないと思いますね。危ない。それでは引き続きゲームをお楽しみください。それはしょうもないよ。そうそうとこの後半始まっています。日本としてはまだ1点のビハインドなので慌てなくてもいいですよね。潰せしっかり自分たちのペースを掴みたいですよね。プレセ潰せ。あ、シュー付おお。実は守備本当はできませんでしたってキーパー止めた。これはよく止めました。あの位置からのシュートでしたけどもね。そうそう。素晴らしいですね。あと身長高い選手も日本少ないんで、単純に放り込むだけじゃコーナーあれですよね、ダメですよね。俊介が生きない意外と。あ、放り込むコーナーだけじゃダメですからね。鎌田へ。菅原。お、伊藤純也そこ追い抜いてくんないんか。どこ？そこ？おお、バレバレ活躍してんな、おい。よーし、俊介ナイス。で、神スルーパス、見せてく。サイド広げてく。で、こうなっての、俊介。ナイス、俊介。いや、招きさ、オッケー、俊介のキャラに見せない強引なドリブル突破。びっくりしたっしょ。ほらほらほら、何今のドリブルって。俊介最強だから。おいおい、いやちょっとシャレた。ちょっと調子こいたわ。オッケー森田。瞬時に相手の動きを見てコースを判断する冷静さが、難しいゴールですねこれはね。いや俊介のポジショニング、神ポジショニングをベルツが読んでく。ハイレベルな選手が揃う中で一気にチャンスをものにできましたよね。釣られた。ワンツーいける。ボールの多い試合になりましたよね。いや、やっぱスピード速いのが今神ってるわ。今のワンツーで抜け出せないあたり結構きついよね。伊藤から鎌田。これ落として俊介お前だよお前。まあ見せます。一番の見せ場俊介のね。
とりあえず交代しとくか、周りのメンバーを。ただ俊介ナンバー10なんでなかなか疲れません、実はね。とこう、あれ右が久保にするか、しゃあね。そっか、南野トップに使っちゃうと、まあまあまあこのフリーキック決めよう。どうします？意外とさっきお相手さん招きしてきたんで狙うしかないですよ。絶対招きしてくるわ。ほらほらね、ほらね、ほらビビっちゃうんだよ、ビビっちゃう。俊介にフリーキックあります。これは素晴らしいゴールでしたね、北澤さん。キーパーの位置をよく見て蹴り込んできました。オッケー、シュートでしたね。戦術俊介が生きてるよ。ちょっとマイナスのあれは見せられてないけど、いやまあ危ないね。パスカットさっきのゴールで流れに乗ったんじゃないでしょうかね。トッテナムとしては今の形良かったですよね。オッケー、これを繰り返せばとりあえず当てる、繋げられますよね。食いついた、そうですね、自分貫けた、貫くべきということですよね。ちょっと浮かす、うわー、しゃあないよね。しかしこれはオンゴールです。どうしたんですかね。オッケーオッケー。北澤さん、今のゴールというかプレーなんですがいかがでしょう。俊介いける、ちょっと残念なプレーなんですが、あー富安すげーな、いいわ。あ、俊介、俊介意外と守備できない俊介、できるって最初言っちゃったけど実は意外とパスカットしませんってバレちゃいましたね。ただね、あれなんだこれ、このタイミングでリタイアって珍しくない？アプリならあるけど、ん、え、なんで、え、なんで向こう、え、今これ結構やばくないですか。あんま向こう試合ってなんないですよね。え、ちょっとわからない、 ちょっと詳しくないんでわかんないんですけど、ちょっとさらしちゃおう。拡散力皆無だけど、このチャンネル。そういうのできんの？向こう試合なんかできんの？通報？これは多分見れないか、録画中は。ちょっとこれなくないですか？たまにあります？サーバーがおかしくて。それだったらちょっとお相手さんに申し訳ないんですけど、これ好意的にやってたら、悲しいです。悲しいよね。本当にね。これ向こう試合の動画になっちゃったじゃん。次の動画は、俊介、またか。ガチで活躍させます。先日ね、オープニングで言った戦術をまたやりたいと思います。それではさよなら。